アロハー、ハワイ島のようこです。今日は12月10日です。マウナロアが噴火してから皆さんと一緒に毎日様子をチェックしてきましたが、昨日の発表では噴火の勢いは一気に衰え、この映像は今日のフィシャー3ですが、赤い溶岩も見えないくらいになっています。こちらは12月4日のフィシャー3です。こちらは12月8日のフィシャー3、こちらは9日のフィシャー3。そしてこちらが今日10日の様子なので、終わりに向かっていると言えるでしょう。昨日の USGS の発表でも新しいフィシャーができる可能性は低く、マウナロアの過去の噴火を見ると数ヶ月から1年ほど噴火が続いたこともあり、もしかしたら噴火が長く続く可能性もあるけど、このまま収まって完全に噴火が終わる可能性もあるということです。自然が相手だし、はっきり言い切ることは難しいのでしょう。とにかくサドルロードが無事で住宅街などに被害がなかったことは本当に嬉しいことでした。心配してくださった皆様にも感謝です。ちなみにこのオレンジの点は火山を調査している人たちです。ヘリでここまで行って調査してるんですよね。すごいですよね。溶岩はサドルロードから3キロ手前で止まりました。あとは冷えて固まっていくので、夜に行ってもあまり光も見えないかもしれないですね。地震も昨日と今日もマウナロアでは揺れておらず、パハラとボルケーノが揺れています。キラウエア火山のハレマーマー火口もチェックしていましたが、今日は全く噴火していないみたいです。1、2週間したらまたキラウエア火山も通常通りの噴火に戻るのではないかと火山の関係者の人が言っていました。ということで、また何か大きな変化があったらアップします。またハワイ島のことやキルトのこと、お散歩ライブなどアップします。ではおやすみなさい。